くるとですね、やっぱバッターは本当に打ちづらいですよね。はい、はいはい、素晴らしい球が決まりました。163キロ、163キロがコーナーに決まっています。これは打てない、まあ、この内容が難しいですね。まっすぐでいった、163キロ。今日も立ち上がりからしようと思ってこう投げているわけではないと思いますから、はい、一塁へ送ってワンアウト、空振り三振。147キロのフォークボール、超えています。弱い打球になった、藤岡一塁アウト。1キロ近いスピードが出ます。高く上がった打球、レフトの高部、打ち上げた、ファールとキャッチャーの松川。レフトへ、レフトへ、高部追いついた、クローズ、空振り三振。今日5つ目の奪三振です。ワンアウト。2番でフォークを続けました。147キロ、今日6つ目の奪三振です。まあ、ずっと見てるんですけど、まあ、よくこういろんな変化にこう対応してるなと思いますね。そうですね、はい、キャッチャーの松川、ここは中村がさばきました。投げていけば修正はできるなと思いますけどね。高く上がった打球、レフトの高部落下点、ワンアウト。打球はセンターへ抜けない、抜けません。藤岡してるなと思いますね。はい、はい、空振り三振。バッターの内側に落ちるフォークもありますから、空振り三振。というので打球はライトへ、ライトへ、マーティン下がる、掴みました。まっすぐか、空振り三振。最後は162キロ、高く上がった打球、センター藤原、ワンアウト。三球三振、162キロ。今のもここで松川はもう外側に完全に出ていってるんですけど、はい、もう佐々木朗希のボールが修正しようという意識がすごく見えますね。空振り三振。中でこう少し注意の下、反速球と言われるボールなんですけど、はい、そういうボールですね、チャンスが。今のようにこう、本当に鋭くきっちりフォークボールが来ると、ボールに対して何でいくのか。空振り三振、147キロのフォークボール、13個目の奪三振、ツーアウト。打ち返した、どうだ、ファール、ファール。一瞬の静寂がありました。そして悲鳴も上がりました、スタンドから。ストライク、163キロ。まだまだ高速球がうなりを上げています、佐々木朗希。14個目の奪三振、8回までパーフェクトピッチングが続いています。